どうも、こんばんは、NM です。今回は、東京グールリ、インボーク、新春初夢、スペシャルガシャ。前回の動画で、ステップ1しか、この、マイステップ、SSR が出てくるって知らなくて、ステップ1しか出ないかと思ったんで、ステップ1だけ引くと言ったが、あれは嘘だ。今回は、最終ステップまで回していきましょう。まあ、もちろん狙いは、ゴールデンウィークリゼと、黒岩篠原2人欲しいですね。揃えたいですね。今これ1月3日11時半ぐらい今なんですけど、引いてんですけど、まあ、もうちょっとで終わるんでちょっと危なかったね。リプくれた方ありがとうございました。おっと、1体クール。まあ、これは確定枠じゃないけど、どんどんそのピックアップの SSR が出る確率が高くなっていくと。お、そういうことね。まあ、確かに俺プレミアムキャラ結構持ってないいるね。毎回プレミアムってそういや回さないから10連しか。そういやピックアップが当たるのかと思ったらそうでもないと。でもいいぞ、ナキ。RE のキャラが当たるのは嬉しいですね。これ1回50個使うの結構痛いよね。なんかフェスだとさ30、40だから最初の1、2ステップ目は。結構痛いね。さあ、3ステップ目ですね。これ全部で350個使うのか。でも350個使ってさ、SSR が確実に7枚は手に入る。でもこれでもう8枚でしょ、確定で。手に入るってなると、まあなかなか美味しいんじゃないかなと。さあ、2人ともグールだが、おっと、またナキが出ていく。プレミアムのキャラ持ってない、重装が欲しいですね、スリッパちゃんが。なるほど。潜入ヨモさんは、かなり来るんだが。さあ、4ステップ目。まあ、ここでも2枚引きを見せてほしい。確率は上がってるはずだが、まあ、まだ今何パーぐらいなんだろうな。10%ぐらいなんだろうか。40% ぐらいまで上がるのかな。7で。7じゃねえ、6か。で、7で 100% だっけ。ピックアップ SSR2 の方が。おっと、ヨモさん、どうした。今日は、ヨモデイなのかな。待って、潜入系のキャラ来すぎちゃう。嘘だろ。おいおいおい。まあ今度ちょっとあれやるわ。潜入、待って、1体ピックアップ確率が 32% だから、まあ来てもいいんじゃないかな。32% でしょ。3分の1だから。来てくれてもいいんじゃないかな。この潜入系のキャラだけでパーティー組んでもいいかもな。でも熟練度全く上げてないから、武器も強化。おっと、何、グールしか来ないんだが、ちょっと渋めかな。グール、リゼかな。リゼお願いします。頼むぜ。御三家ヤモリさんじゃないか。久しぶり見たな。御三家ヤモリさんってなんかあれだっけ、一回カグネのモデルがなんかチェンジされたっていうか修正入ったよね。なんでか知らないけど、なんでなんだろうか。ちょっとおかしかったのかな。一回リニューアルされてからかな、モデルが若干修正されたような気がするんですけど。またグールが2枚と。なぜにグールが2枚なんだ。操作感が全く来ない。さあ、綾人くん、これ御三家綾人くんですね。ちょっと待ってくれよ。ちょっと待ってくれよ。今日は同じキャラが2体出る日なのか。もう亡き2体、潜入ヨモ2体で、今御三家ヨモじゃねえわ。御三家ヤモリ2体で、これ最終ステップもうあれなんだが、これで死神来たら、さすがに笑っちゃうぞ。石がねえ、石が、石3桁ないと落ち着かねえ。リニューアルしたチョコ2000個とかってさ、なんか感覚麻痺ってたけど。さあ、1枚、操作感だぞ、よし。あ、でもこれ、死神が見えるんだけど、俺には。もうあの、CCG のファイルを通り越して死神が見えるんだけど。ポッター、お前じゃないんだろ、頼む。なるほど、篠原さんか。うわ、黒岩欲しかったな。
黒岩欲しかったな。この先黒岩を引くタイミングあるんだろうか。なんかこいつらがその単体でピックアップされるってことはないような気がするから、まあ、日替わりでピックアップしてくれるんなら引くけど、そんなないからね多分、まあ、2周年でどうなるか分かんないけど、はい、1周年のイベントやってないのに2周年がどうなるかは分かんないんで、はい、また黒岩引く機会があれば引きたいと思いますけど、というわけで今回は新春初夢スペシャルガシャ確定枠まで回しました。皆さん最後まで回したか、もう言ったなこれは前回、というわけでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。今回もイラストが届いております。どうぞ。